中院津田、鶴沢清友は、文楽犠牲優先舎未戦方の名跡。初代、二代を数える。縄文は、中院津田。初代の師匠である四代目、鶴沢清六の清の字と、祖父師匠である初代、鶴沢道八の前名である、鶴沢友松からから、友の字をそれぞれ取っているため、生友と読む。その、友松の名は、初代。 鶴沢道八の師匠である二代目、鶴沢正七の本名、久野智太郎に由来する。十一月十二日初代、鶴沢清友六代目、鶴沢徳太郎二代目、鶴沢道八初代、鶴沢清と本名、凄井沢はじめ、岡山県赤毛町出身。四代目、鶴沢清六門亭。後に、初代、鶴沢道八門亭。父は、鶴沢清二と。 義兄に四代目、鶴沢清六。養子に、初代鶴沢清二。孫には、六代目竹本織、太夫、鶴沢清四季。創村には、二代目、豊竹咲始太夫、鶴沢清四と。門弟には、二代目、鶴沢清四とも、鶴沢清介、鶴沢八助。孫弟子に、二代目、鶴沢東蔵、鶴沢清四郎、鶴沢清四 鶴沢智之助、鶴沢清武、鶴沢清忠、鶴沢清城、鶴沢清方、鶴沢清人がいる。昭和三年四代目、鶴沢清六に入門。初代、鶴沢清智とを名乗る。昭和五年から二年余り、初代、鶴沢道八のうち弟子となる。昭和三十一年一月道頓堀文落座、落ち公園、絵本大公記、天が崎の段前で、 豊竹松太夫を引き、六代目、鶴沢徳太郎を襲名。昭和四十五年四月道頓堀朝日座、五月、東京国立劇場、吉継千本桜、道行初ネタビレ二代目、鶴沢道八を襲名。この、道行初ネタビは、太夫、四代目、竹本小寺太夫、四代目、竹本津太夫、九代目、竹本文字太夫、豊竹十九太夫、 竹本緑太夫。三味線、真二二代目、鶴沢道八、六代目、鶴沢寛二、十代目、竹沢八七、八代目、竹沢段六、四代目、竹沢段二郎、鶴沢清二と、その当時の文楽座が誇る、フルメンバーであった。高木博は、著書、文楽入門で六代目、鶴沢徳太郎について、清二を本当に可愛く思っているようで、 リサイタルでもまめまめしく世話をしてやりながら、若い人の時代ですわ、私はもう一軒宿屋でも建てて隠居したい、などと言っていましたが、とんでもない、この人当たりの統率力、強制、具体的な教授法が、物を言う時期が目前なのです。襲名したのも、新弟子を取ったのも、まあやる気十分といったところでしょう。と記している。本名、大沢博之。神奈川県出身。 二代目、鶴沢道八門邸後に、初代、鶴沢清寺門邸門邸に、鶴沢智之助がいる。重要無形文化財総合認定保持者。昭和46年12月、二代目、鶴沢道八に入門し、市の全名、鶴沢清志とを二代目として名乗る。翌昭和47年5月国立劇場、菅原伝授手習い館、道行き市山ヶ江で、 初舞台。昭和57年史の聖就に伴い、史の養子である初代、鶴沢清寺門弟となる。昭和54年1月昭和53年度文楽協会賞。昭和59年9月昭和58年度元、協会奨励賞平成7年1月第14回。国立劇場文楽賞文楽奨励賞令,賞令和2年5月。 令和2年度憲法記念日知事表彰令和2年12月令和2年度文化庁長官表彰。ありがとうございます。